打撃ベスト10の第2位の松永が今打席に入ってきました。高澤がこのところちょっと 2,3 試合調子を落としてますんで、ちょっと打率が落ちてますからね、だから6人ぐらいの差に詰まりましたよね、ですけれどもね、はい、やはりあのロッテが試合数を数多く残してますから、はい、松永にとっても角田にとってもですね、やはりあの早く追い越さなきゃいかんですね、追い越して待つという、そう、まあ、追い越して待たないと取れないですよ、はい、だからとりあえずあの高澤の頭へ行くと、うん、これはもう角田もそうでしょうしね、はい、この不惑の40歳に一つ三冠を取ってもらいたいと思いますが、松永にも取ってもらいたいと思いますがね、多分あのそういうファンが応援している人が多いんじゃないですか、角田さんがね、その三冠王になるのはね、特に今年のね、角田だってのこの働きなんか見てますと、やっぱり人情的に取らせてやったらという気はありますわね、そんな感じはしますね、まあ、僕でもね、もし松永はね首位なしにならなかったら角田ぐらいになったら欲しいんじゃないかなって、三冠取ってもらいたいですね、そういうその思惑とは別に、私はねもう一人副兵はね南海の山本だという気がするんですよ。あ、なるほど、あの今隠れてはおりますがね、はいはい、彼はあの打席数が少ないですから、軽、ね、打数に立った場合にね、うん、あの1本ヒットを打つごとに打率のが上がる上昇率が非常に高いですから、はい、昨日までは松永と同じ打率なんですよ、3割2分4厘だからね、はい、案外の福江が山本ではないかという気はしますね、もうこういうゲームになって残り優勝に絡まないチームっていうのはとりあえずはもうあとは個人成績ですね、はい、そういうことですね。今の松永のこの当たりなんかは松永自身とすればちょっと苦虫を噛みつぶしたような顔をしておりましたけれども、そうでしょうね、ただやはりあのアベレージのタイトルということになりますと、はい、どうしてもああいうふうな形で当てに行くケースがありますもんで ね、私はやっぱり松永自身のスイングというものを常時、はい、まあ、心がけるべきだと口では簡単に言いますがね、これは結構プレッシャーかかりますね、そういうことでしょうね、やはりね、打たなければいかんというようなことで、続いて打席は藤井です。この人は社会人の時にも4番を打ったんですが、とうとうプロでもブーマーが帰りましたので、その後そのまま4番を打っております。ようやく頭角を現してきましたね、ましたね、まずまずの打率でありますし、まずまずの本塁打ということですね、2割8分2厘の43打点、通算は70安打と、だからね、バッティングフォームそのものは非常にね、はい、欠点がないというんですかね、癖があまりないんですがね、あ、やはり力強さに若干欠けてる部分がありますもんで ね、さあウィリアムズ帰れない、こんなケースでもね、楽に犠牲フライが打たなきゃね、今のは特に高めですから、高めですね、外野の守備位置より後ろの方へ飛ばすには格好の高さが来てるんですけれども、はい、ね、力負けしてますもんね、はい、さてバッターボックスには石峰が入ります。まあ、いつの間にやらというと語弊がありますけれども、もう3割に手が届くところまでは来てますね、はい、まあ、だけれどもこれはね、私はまあ今年のこの阪急の今現在4位争い、4位5位と、まあ、現在5位なんですけれども、はい、低迷している要因っていうのはやっぱり彼のバッティングのね、特に序盤から中盤にかけての不振というのが、これはまず第一のポイントでしょうね。そうですね、まあ、それとやはりブーマーを含めてなんですけれどもね、この両主力バッター大砲がやっぱり打てなかった、はい、まあ、大きいですね、故障を含めてね、はい、打てなかったというのがまず第一の誤算でしょうね。そうですね、ある口の悪い人がね、石見もだいぶ外人みたいになってきましたね帳尻を合わせるようになってきた。だからこのまま3割を彼が今シーズンあとガンガン打ってキープしたとしてもね、石見に国家も分かりませんけれども、うん、今年の評価ははるかに低い評価になると思います ね、
実際にオールスターで中休みをする7月の下旬と言いましょうか、この時点で2割4分6厘だったんですよね。うん、でオールスター以後ね、126打数49安打30打点3割8分9厘打って2割9分1厘まで引き上げてきたんですけどもね、これはあくまでも後半戦のもう勝負が決まった後ですからね。そうですね、やはり力的に若干西武より劣ってるんであれば、やっぱり序盤から突っ走らなきゃいかん、はい、これはまあ何回にしてもそうなんですけれどもね、阪急、ね、なんか特にそうですよね。だからその序盤あるいは中盤にかけての働きっていうものがまず評価されるべきでね、はい、これはブーマーを含めてこれはもうね、打撃陣はもう増永以外はほとんどダメですね。そういうことですね。まあその中でもう一人あえて入れるとすればふくらぐらいですか。ああそうです ね、まあふくらがまあ、ね、まずまずコンスタント、はい、でまあ途中からですけれども藤井がようやく出てきたなというね、まず入れていけばそれその程度ですね。ないですかね。ファウルです。まあやはり強い上昇チームっていうのは強い時にこそまあ補強しなさいってよく言いますよね、やっぱりいい選手を取ったりお金を出したり、やっぱり高い金を出さないとなかなかいい選手が取れない、これまあ外資さんの含めてなんだけどもね、まあ、そういうものをやっぱりやっていかないと、やっぱり新旧交代の時期に大きなこう底というのがね来ますもんでね。2エンド1と追い込まれました石峰、力投する山内和弘、森本さんの現役時代の昭和40年代から50年代の前半、この阪急が一番強かった頃、先頭バッターと2番バッターが連続ノーアウトでヒットを打って1、2塁なんていうような時はもう必ず点入りましたでしょ。まあそうですね、まあ、それとやっぱり快速の福本が、ね、出てきましたもんで ね、彼が何でも出るとまず2塁まではタダでしたから、極端に言うともう最初の2本のヒットで1点入ってます、そうですね彼がフォアボール出て、はい、盗塁し大熊君が送って外野フライで1点ノーヒットで1点というのが、ね、一つのパターンになりましたもんで ね、まあ、そういうものが現在の阪急ではちょっとしんどいですね。そうですね、5番のそのここ2年連続最優秀その指名打者の栄冠に輝いている石峰を打席に迎えた時点でまだ1点も入っていない阪急です。ただ私はね、まあ、彼が西峰が今現在こう後半頑張ってると、はいはい、これもこれで私は結構だと思います、はあ、ということは、やっぱり評価は低いんですけれども、これはもう当然ね、数字は数字ですからね、はい、今彼にじゃあ気を抜いてやればね、今の2割9分台は出ないですよ。そういうことです ね、だから一生懸命やってる成果が今2割9分まで跳ね上がってきたということですからね、はい、とかく出足悪いともそのシーズンずっと悪いままに終わってしまう、気の抜けた状態で終わってしまう人の方が多いですもんね。そうですね、その点では立派だと思いますね。そういうことですね、まあ、そしてあっという間にね、そのアブリッジでも打率はアップできるんですよ、はい、去年も9月ね連続試合6本のホームラン打ったでしょ。あ、そうでしたね。また今月それがあれば面白いですね、さあ変化球をかろうじてバットに当てて粘っている石峰、投球数8球目です。まあ今年ほど石峰は悩んだ年はなかったでしょうね。でしょうね、若い頃は半月板で悩んで、まあ故障で悩んだ、今年の場合はバッティングの技術面で悩んだということですからね。しかも春先絶好調だっただけにね、キャンプでね、右中間、あーっとこれはライトの思わぬちょっとミスプレーと言ってもいいんじゃないでしょうか。完全に落下点に行ってたと思うんですが、そうですね、2人入りました。これはお土産ですね。記録は2塁打です。まあこれはもうライトのライトが入ってライトが入った、なるほど、という照明が入ってというね、3ライトですね、3ライトですね、はい、これはそれしか考えられないんですよ、